いただきます。2020年モデルになりまして、3リッターの V6 ターボ&モーター、意外とあれだね、馬力ないもん。そうですね、これから軽食会場に向かいます。今日は怪我して以来、2ヶ月ぶりですかね、のメンバー入りでブラブリッツ秋田と試合です。怪我して約2ヶ月経って、まあ久々の試合なんで、まあ不安みたいな部分ももちろんありますけど、まあ楽しみですね。一つ一つ丁寧にプレーして、まあ、最初の特に給水まで、ね、集中して、まずそこの4分の1を集中していいスタートを切るってことですね。試合感みたいなものもね、やっぱ不安みたいな部分もあるし、何よりこう筋肉系のトラブルが、ね、起きないように、まあ、いい準備しなきゃいけないなと思うんですけど、しっかり勝って、まあ、次につなげたいと思います。いい準備します。試合行ってきます。
頭抱えたんですけど、すごすぎて。今日ちょっとヒーローやからちょっともうめっちゃ下げる。もう確かに。もうちょっと疲れたわ。ファーストぐらい。ここちょっとだけ席。もう席間違えてるよ。あ、これ全然いいっすね。興奮しすぎます。あの一振りで試合勝たせられるんですよ。ラッキーじゃない全然ラッキーじゃない。練習してるわ。いや、普段とか一緒だったらあの会社だと練習聞いたことない。うわーきーきーきー。どうやったら決めれるんですか、あれ。知りません。あ、明日。あ、明日いいですか。明日でも練習。明日でいい、明日でいい。レジタブコンタクトだったね。俺ずっと目つぶしてしてたの。いやコンタクトだったね。本当っすよ。目つぶしてきたからね。俺ずっとこうやっててコンタクト目はダメ、目はダメ。それコンタクトだったと思う。今帰ってきました。今日試合は、2-1 で逆転で勝ちました。僕は久々のスタメンで前半30分ぐらいかな、前半30分ぐらい出て負傷交代しました。前怪我したところとは違うところなんですけど、まあ多分、まあふくらはぎの怪我して、いろんなこう体のバランスっていうか、まあそういうのもあって、違うとこまた肉離れしちゃったんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、まああんなプレーで、あんな大したことのない、なんかバックパスみたいなのを蹴った時に、無事ってなったんですけど、あんなでやっちゃうんだから、まあ僕のリハビリが良くなかったんだなっていうふうに思うしかないですね。まあ自分の管理っていうのかな、まあまあいろいろ違和感感じてた部分だったりはもちろんあったりはしたんですけど、まあまたどれぐらいになるかわかんないですけど。また病院行って検査してまたリハビリやんなきゃなって感じですね。まあチームに迷惑かけちゃってるんで、次はねしっかり 100% できる状態でピッチ戻ってチームに貢献できるようにしたいなと思います。もうやっちゃったことはね、しょうがないんで。復帰をね、期待してくれてた人たちには本当申し訳ないですけど、またコツコツ前向いてやってきます。そんな感じです。お疲れ様でした。